足の速さは才能じゃない走りの学校、荒木圭一です。一般人代表、アートです。宇佐美です。走りの学校は今まで才能だと諦められていた足の速さを解説することで皆さんに成功体験をお届けするためのチャンネルです。よろしくお願いします。小田さん、はい、今日はどのような授業になりますでしょうか。今日はですね、大好評いただいています、走りの学校成功体験記です。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はですね、はい、長野県上稲教室の松潤インストラクター様からの情報です。ありがとうございます。サッカー少年、小学6年生の子が、はい、5ヶ月間で5ヶ月 20m 走が 0.4 秒速くなりました。拍手お願いします。 0.4 秒どれぐらいかっていうと、はい、100m でいうと2秒速くなってますしかもね、これ少なく見積もってです。なぜならばスタートラッシュって差が出づらいんです。はい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 。技術がすごい上手い人と技術がそんな上手くない人の差が一番出るのはトップスピード、そして後半なんです。でも 20m で 0.4 秒速くなってるってことはどういうことかというと、スタートラッシュはもう完全に速くなってます。で、なぜスタートラッシュが速くなったかというと、はい、それまでっていうのはね、こうももを上げるっていう意識で走ってたので、はいはいはい。でもさ、足の学校ってももをしっかり上げる姿勢ができた後に、ももをしっかり足を下げる、下げてしっかりと地面に叩くということをお伝えさせていただいてますよね。はい。で、ご本人も低い位置から足を下ろすのと高い位置から足を下ろすのどっちが強く叩けますかという松潤さんの指導に対して、すごくあ、なるほどと思ってくださって、なるほど、高い位置からしっかり地面を捉えて力強く加速することができるようになった結果、 20m 走が 0.4 秒速くなったと。なるほど。そしてそれによってですね、速く走ることだけじゃなくて、この方はね、サッカーでキーパーやってらっしゃるんです。で、もうね、キーパーのこのね、速度が、動く速度が全然変わったので。あー、そう、一歩ですもんね。そうです、二歩ですもんね。まさに。そしてスーパーセーブを連続しています。嬉しいお声をいただいてます。今日の授業はそんな皆様の願いを解決するバウンド膝蹴りという種目をお伝えさせていただきますので、ぜひ最後まで楽しんでご覧ください。それでは今日も楽しく走りを学んでいきましょう。バウンス、バウンド膝蹴りって何か、お手本をご覧ください。ありがとうございます。ちょっと分かりにくい。分かりづらいんだね、はい、これね、初見でできる人はなかなかいないんですけど、これ何をやってるかっていうと、スタートラッシュの時って前にさ、前前傾するじゃん。前傾にして自分の重心の下に足を強く下ろして、その足を下ろしたらすぐに前に持ってくるんですよ。そしてこの前に持ってきた距離がその人のスピードになるわけなんですよ。なので地面を押すだけじゃなくて、押して弾んでその足を持ってくるという一連の動きを習得することができる種目、これすごい大事なんです。なんでかっていうと、この押して弾んで上げるっていう神経回路がまず皆さんにないからなんですよ。大体の方はこっから押したら向こうに引っかくっていう動きなんです。引っかいたらもうこれ動き止まってますんで、ここ自分の力で持ってこないといけないですよね。だから遅れちゃうんです。ここを押すと同時に弾めて足を引き上げられる、この動きっていうのが多くの皆さんの中にないんですね。これを作っていく種目なんです。これができるようになるとスタートラッシュが速くなります。これちなみに段階的にやる方法はないですか。あります。ありますから安心してください。安心しました。まずちょっとやってみましょうか。やってみましょう。やらせ感が、やらせ感が、これやらせじゃないから、俺はやらせじゃないから。あ、はい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 。じゃあこれ段階的にどうやってやっていくかなんですけど、はいはい、まずね、はい、今のアワト君も本当はもっと前傾してほしいんですよ。はい、前傾、前に行ってほしいんですよ。ただまずは弾めさと足を高く引き上げるってところができた。はい、いきますよ。ここに一歩前に、一歩前に弾ませます。スタートラッシュだから前傾してください。一歩前に弾ませたら足を高く、あー、動かなくていいからってことですね。そうです。そうそう、はい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 。で、これをできるだけ高くやってみてください。そう、あ、これこれね、もう一個ポーンね、はい、そう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 、ちょっと
サービスやってみましょう。ちょ、はい、ほら、なんかこっちの方が弾んでる。確かに。そう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 、弾んだ足を高く、この距離が大事なんです。で、これができるようになったら、ちょっとずつ角度をつけていきます。ここでできたら、今度前にしていきます。前に。そう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 、ちょっと楽しくなってきたよ。バッチリバッチリ。走るときはもちろん前に進むので、はい、これを前に、前に持ってる。そう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 、いい感じ、いい感じ。あれだ、踏み込んだ瞬間に加速するんだ。そう、そうなんです。加速させてほしい。そうそうそう、ドゥンって加速してる。そうなんです。語彙力。そう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 、 OK です。ここまで来たらもう花丸です。花丸。はい。で、これ最初これをやろうとすると、え、何やってるんですかって話で、あの陸上のドリルでも似たような動きあるんですけど、陸上部でも難しい。はいはいはい。中学生陸上は、ね、多分ほぼできないと思っても過言ではない。それが難しい。安心してください。で、あーたくんのように一般の方々、はい、スポーツそこまでね、全てやってないよって方はほぼできないです。できないですよ、これ。なんですけど、このね、ついた足を高く、そうそうそう、高く持ってくる。高く、そう。これをやるとできるようになるんですよ。おぉ。そしてさ、今あーたくん胸ぐらいまで膝来てるじゃん。スタートダッシュもここまで来てほしい。大体みんなスタートダッシュこの辺のイメージある。まあそうですね。スタートダッシュって足をさ高く上げてるイメージないじゃん。あんまないですね。でも角度つけてるから超高く上げてる。高く。でこれをで、ね、やって今度ちょっと斜め。で今度横。そうなんです。これです。すべての人が登れない3メートルの壁にですね、1メートルずつみんなが登れる階段を作るのが走る学校です。ちょっと笑顔になってるよ俺。素晴らしい。31歳でも初めてできることがあるのよ。ただ粟田君、はい、これは先があるんですよ。バウンド膝蹴りにはレベル2があります。その名もバウンド膝蹴りダウン。ちなみにさっきのバウンド膝蹴りと何が違うんですか？ダウンはね、つくじゃないですか、はい、ついて今上げる力調整ありましたね、はいはいはい、上げたらできるだけ早く強く落とした方がいいんですよ。それが今日の成功体験記なんです。で、なぜスタートダッシュが速くなったかというと、はい、ももを上げるって意識で走ってたので、はいはいはい、高い位置からしっかり地面を捉えて力強く加速することができるようになった結果、 20m 走が 0.4 秒速くなったと。なるほど。一歩先なんだ。そうなんです。喜んでた手前で。そうなんです。上げたらすぐ落とす。ちょっとこれ宇佐美くんデモンストレーション、はい、お願いします。来ました。これですか？これです。これがバウンド膝蹴りダウンです。あーちょっと巻いたね今ね。巻いた。やっぱ力むと巻く。そう、あの下ろすこと意識して上げるタイミングがずれちゃった。まずはゆっくりでいいです。そう、だいぶ良くなってる。でもね、あずが上げが少なくなってる。もっと胸まで上げてください。いい、いいです。今のでしょう。で、今ダウンでここでしっかりと叩けてるってことはどういうことなんですか？強く叩けてるということは接地の位置が重心の真下で叩けてるってことなんです。ここじゃ叩けない。叩けないんですよ。ここですもんね。そうなんです。素晴らしい。オッケーオッケーオッケー。じゃあこれをスタートラッシュにつなげていきましょう。よし。いいよいいよいいよ。力強っ。今ぐらい大げさに言ってください。あの陸上のスタートとかだともっと足をね、あの低く出した方がいいっていうことも言えるんですけど、練習なんで今ぐらい大げさに言っていただきたい。ああいいけど、ちょっと足の音の強さが違うな。静かだったね。これをどれだけ強く発揮できるか。で、その時に一番大事なことが何だと思いますか？今強く叩くために大事なこと。真下に接する。ね、その一個手前なんですよ。今日の授業の内容を思い出してください。ベースポジションを高く上げる。そうです。ギリギリまで上げると何が起きるかっていうと、この筋肉は伸ばされるんです。伸ばされた筋肉は縮まるんです。この作用を使うんです。これが中途半端だと、戻ってこない。
これがギリギリまで行くとスパン戻ってくる。筋肉を活かせるわけだ。そうなんです。なのでこのポジションで高く上げてることが大事なんです。ただ高く上げることがなかなかできないんです。だから一番最初に高いところやってもらう。そうです、ここに繋がってるんです。皆さん走りの学校です。ちょっともう一回、悔しい、学ばないと。あ、いい感じ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 。オーケー、じゃあこれでちょっとさ、10メートル行ってみましょうか。10メートル。じゃあ、宇佐美くん、お願いします。行きます。さあ、しっかりや。バッチリ。素晴らしい。宇佐美くんのレベルがどんどん上がっている。しっかりと加速ベースマッシュまで上がって、その上がりきった反動で落ちてきてます。じゃあ、アンタ君、ラスト行きましょう。よっしゃ。じゃあ、アンタ君、お願いします。あー、いい、いい感じです。いつものアンタ君より10センチぐらいね、足が上がってます。そして前傾がさらに深く なってます。今、アンタ君、すごい良かった。やっぱりこのバウンド膝蹴りのグンと上げる感覚って今まで他にはなかった動きだ。そうなんだよね。だから入れてるんですよね、オンラインスクールにも。いや、これちょっとボニーカダさんとの 100m チャレンジね、今ちょっと負けてますけど、はい、惨敗ですね。今のができてるとかなりそこ縮まってるんじゃないかと思います。本当ですか。うん。さあ皆さん、今日のねバウンド膝蹴り、そしてバウンド膝蹴りダウン、すごいレベルの高い技術なんですが、基礎からやっていけば必ずできるようになります。ポイントは一番最初の高い位置にバウンドさせて膝を持ってくる動き、これができるとその角度を変えていくだけなので、ぜひここから焦らずやってみてください。これはカミーナ教室の生徒さんのように、スタートラッシュがね、皆さんすごく大きな伸びしろがあって、それを埋めることができるので、ぜひ楽しみながらやっていただけると嬉しいです。これかく視聴者様からのご質問コーナー、ありがとうございます。たったの5分で終わる体幹&腸腰筋の足が速くなる自重トレーニング、こちらに届きましたコメントです。短距離走るとき足が上がらないのと膝がガクッとなるのを改善するにはどうしたらいいですか、というご質問ですが、こちら和田さんいかがでしょうか。これはね、もうね、どういうことかというと、はい、足が上がりづらいで、上げようとすると膝が上がる、はい、こういう状態ですね。これはね、2つあります。1つ目がスパイダーストレッチ、やってみてください。はい、そもそも可動域がね、確保できてない可能性が高いです。はい、スパイダーストレッチをね、できたら毎日1回でもいいのでやっていただきたい。すごい柔らかくなります。橋本学校レーサーズ三重で小学6年生でね、 100m 全国チャンピオンになった島尻くん、はい、最初硬かったんだけど、毎日やっぱやってくれて、すごい30分やってくれてるんだって。もうびっくりするぐらい綺麗な可動域が取れてます。でそれが可動域取れた上で、まずこれが一番大事、はい、上でベースポジションの練習を定期的にやってみてください。この2つで絶対できるようになります。柔軟性とそれを保つための筋力、はい、はい、こちらをやっていただくと改善されるかなということだったので、ぜひやってみてください。もうこれすごい大事だから、もうあの、全ての方にやっていただきたい勝負です。コメントありがとうございました。ありがとうございました。さあ、走る学校もね、20万人チャンネル登録のね、皆様がね、ここまで来ました。もうね、これからもね、一人でも多くの方に足が速くなる技術と、そして成功体験をお届けさせていただけるように、スタッフ一郎、チーム一郎、一丸となりですね、頑張っていきますので、これからもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは、次の授業でも楽しく走りを学んでいきましょう。バモス。